皆さんこんにちは、武田塾の高田です。石橋です。今回のテーマは理系数学ショートカットルートです。武田塾には通常ルートねありますと。ただ時間がない人向けにこういう考え方でショートカットをしながら間に合わせていこう、その方法も全部 YouTube 上で公開していこうっていう企画が今回のショートカットルートになってます。理系数学正直言うとやることがめちゃくちゃ多いですと。なるほど、ショートカットルートがあるんだみたいな。2年生の子とかね、まだ自分は大丈夫だそういう甘い考えは捨ててください。どうしても間に合わせたいっていう人にリスクはあるけどもやらない分野とかも正直言うと出てきます。なんだけどこういう考え方だと合格の可能性ちょっとでも上がるよっていう方法をね、合格の保証付きっていうわけではないんですけど、今からでもちょっとでも合格の可能性上げたいんだったらこういうやり方もあるよっていう話をしていけたらと思うので、東大理系出身のね石橋先生と一緒に話していけたらと思うのでよろしくお願いします。基礎徹底レベルに関してはショートカットどうこうって話じゃないと思うので省略させてもらいますと。まず日大レベルからです。日大レベルに関しては入門成功 1A、 基礎門成功 1A、 入門成功 2B、 基礎門成功 2B、 入門成功 3C、 基礎門成功 3C っていう風なものが通常ルートになっていますと。一通りの数学の範囲を終えるだけでも6冊必要だというのが通常ルートで、本来これでも少ない方ですと。いわゆるチャートを使うとかフォーカスボードを使うとかって人たちと比べたら量を減らしてますと。なんですけどショートカットするってなった時に入門だけやるっていうやり方が一つですね、うん、入門 1A、 入門 2B、 入門 3C。 入門の 3C の方が意外とこう幅が広いというか、 2B とかだったら基礎門に入ってるような問題も入ってたりみたいな、うん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 、そうですね。そんながっつり本当の導入ですみたいな話じゃなくて、ある程度教科書で必要な知識とかは入門成功でも十分網羅されてると。そもそも数 3C 自体がやっぱり 1A、2B の発展編部分みたいなところがあるので、入門と言いつつみたいなところはあるのかな、うんうん、考え方が今自分には足りてないんだというか、もともとの土台基礎ができてないんだって人は入門は基本的にやってほしいかなと思います。入門基礎もどっちか一冊やるとしたら入門成功シリーズを一通り終わらせてほしいかなと思います。その上でもし基礎もカットするんだったら、文系の数学重要事項完全習得編、数学3重要事項完全習得編、これで基礎問で 1A2B3C 合わせて450問ぐらいなんですけど、重要事項完全習得編の2冊にすると250台ぐらいに減らせるんで、大体半分ぐらいにカットできます。入門成功 1A2B3C で重要事項の2冊で日大を突破するっていうようなショートカットの仕方は可能ですよと。あとは分野で区切るって感じですね。入門成功は一通りやります。じゃあ基礎問どこやるねんってなった時に、自分の苦手な分野をピックアップしてやっていく。そのため苦手な分野を自分でまず把握しないといけないんで、マーク模試とかで落としてる分野とかそういう目次を見ながら、ここはやるここはやらないっていう風にある程度ちょっと全部やるとかなり時間かかっちゃうんで、分野を選んでやるっていう方もありますと。理系数学の中で繰り返し出てくる考え方があるんですけど、数算を全力でやろう、これが理系数学の超重要コンセプトになってきますと。特に国公立と私大でまた戦略があるんですけど、私大の場合はなおさら数算を頑張ってほしいと思います、うん、これは後々出てくるんでちょっと前半で話しちゃうと、過去問をまず見てください。理系数学の入試問題は私大に関しては特に数算の出題割合がめちゃくちゃ高いですと。大問4つ中3つ数算とかも全然ありますと。だから数算 C は全力で固めてほしいなというふうに思います。特にこの日大レベルに関して言っとくと、微分積分の計算、この速度をどれだけ上げられるかだと思うんですよ。ここめちゃくちゃ大事ですよね。考えてたら終わりです、はい、すぐ反射的に動かないとダメですね、うん、理系数学を勉強する人は必ず数算の微積分野、ここの計算をめちゃくちゃやってて、見た瞬間経験則的にこの微積、この問題はこういう風に解いていこうっていう風に手が覚えてるレベルにしてほしいな。その実験とかしてたら全然ダメですね本番は、うん、でもこれ見たら、あ、置き換えだとか微分積分だとか、うんうんうん、この辺はもうすぐ、もちろんそれを逆手にとって難しいもんでもたまにあるんですけど、うん、いわゆるオーソドックスな、うん、あるある、あ、いつものねみたいなやつは脳死でできるように、うん、脳死ってあんま良くないんですかね死がね丸いだ、そうだから、はい、本当に反射的にできるようにしておいてほしいですね。このあたりで計算練習は一通りやってほしいなと思います、うん、武田塾で推奨している基礎の計算としては、ドラゴン桜数学力完成ドリルだったりとか、受かる計算の数算だけやるとかでもありだと思いますし、学校で配られるサクシードとかフォーステップとかの数算の微積の範囲だけ計算練習としてやるとかもありだと思うので、ショートカットどうしてもカットする方ばっかり意識がいっちゃうと思うんですけど、計算力の強化は絶対マストだし、この計算力を強化しておくことによって後々カットできる教材が増えてくると思うので、そうですね、計算練習はむしろショートカットルートだからこそ徹底的にやると、そういう意識を持っておいてください。一番やってほしいです計算練習めちゃくちゃ大事です本当に。以上が日大レベルでした。続いてマーチ国公立レベルの方に入っていきます。通常のルートだとこちら両門問題集をやろうというふうになっています。両門問題集も全部で300台で、例えば1対1やるとか標準問題成功やるとかと比べたら十分もうカットしてある。そうです
ですね、必要最低限の量にはなってるんで、龍馬問題集を一生懸命やるっていうのも一つだと思います、うん、それでも龍馬問題集間に合わないんだっていう場合は別の教材を使っていきましょうと。龍馬問題集の中にレベルアップ問題っていうちょっと難しめの問題があるんで、レベルアップ問題を省くだけでもある程度カットはできます。そうですね、一つの作戦はレベルアップ問題をカットしよう。他のパターンとしては日大レベルと重複するんですけど、このレベルから始めるとして、文系数学重要事項完全習得編、数三重要事項完全習得編に参考書ごと置き換えちゃうっていうパターン。問題の数はそこまで変わんないんですけど、回数がかなり充実するようなルートになってますし、両問問題集の中のちょっとむずめの問題が重要事項になることによって省かれるみたいな、比較的解きやすくはなるかなっていう。推奨したい大学のレベル帯としては、金岡千尋未満の大学、金沢大、岡山大、千葉大、広島大っていうようなレベル帯の大学よりも下の大学ですね。この4大学は重要事項完全習得編だと物足りない感じです。ショートカットの理系数学ならではのやり方として、基礎は 1A2B3C の順で固めできますと。でもこの辺のレベルになってくると、数三を先にやってほしいっていう思いがありますと。その理由は前にね伝えた通りで、数三がよく出るからです。順番として数三重要事項を先にやって、 1A2B の文系数学重要事項を後にやるっていうやり方、これもありです。出るところから先にやってください。固めないといけない優先順位高いところから先にやってください。これが基本方針になります。カットパターン2としては、両問問題集は 1A2B3C がバランスよくなってるんですよね。いや、そのバランスよくやってる場合じゃないと。数3に特化してやりたいんだってなった場合は、数3重要事項完全習得編をやって、その後理系数学入試の革新標準編に行くと。数3重要事項完全習得編は100台ある程度入試の典型問題が載っていて、で入試の革新は 1A2B3C を150台バランスよく配置してると。だから合計250台で両問問題集とそんなに問題の数は変わんないんですけど、数3にとにかく比重を置いて対策していくっていうようなショートカットのさせ方もありますと。これ結構おすすめですけど、どうでしょう。めちゃくちゃやっぱ出題頻度も高いですし、うん、やればでもできる分野ではやっぱあるので、うんうんうん、順番2枚からやって、うん、最後数3手回らなくて、そうなんですよ、本番できないからダメみたいなパターン、確かに結構あるのかなっていう。本当深いところまでいくと 1A2B のがやっぱ難しいみたいな、はい、まあ、言われるところではあって、典型問題っていうとちょっと語弊はあるかもしれないんですけど、比較的ここはやっぱいかにこう経験を積んだかみたいなところにはなってくるので。石破先生いいこと言ってくれて、なんでこんだけ数3数3数3って言ってるかっていうと、現役生が大体数3英習不足で終わるんですよ学校の授業も2学期とかでやっとこう数3の微積やったりとか、そう、公立とかだとそうですよ、ね、公立高校だとやっぱ進度が遅いんで、数3が手回らず終わっちゃうんですよ。僕らからしたら、いや数3が一番出るんやから数3絶対やってよっていう思いがあるわけですよ。だから数3を前倒し前倒しで時間かけてやってほしい。その方が学校で不足してる部分と参考書で学習する部分がちょうどマッチするんですよね。そういうやらせ方をしてほしいなというふうに思います。ただ今度真逆のパターンいきます。 1A2B を重視してねっていう話をしようと思うんですけど、カットパターン3、共通テスト対策を最優先でやろうっていうパターンです。これは地方国公立の中でも共通テストの比率が高い大学ですね。そもそも間に合ってなさすぎて、共通テストまでは 1A2B しかやる余裕ありませんと。数3やるなら協定終わってからの二次試験までの40日間、ここででしか数3の二次対策はできないだろうと。なおさらもう共通テストまでは、基礎はね数3まで一通り終えといて、この動画いつぐらいに見てるか分かんないですけど10月ぐらいですと。で今から数3の二次対策やるより共通テストが先にやってくるわけだから、 1A2BC の範囲を先に固めちゃおう。先に固めるっていうのは協定対策を徹底的にやろう、そういう作戦がうまくいくパターン、こういう生徒も多いと思います。特に地方国公立で協定比率が高い大学の場合、協定なんとか乗り切らないといけない場合で、その場合はマーチ地方国公立っていう概念から外れちゃうんですけど、入門問題成功一通り固め終わった後、短期攻略っていう本をやってください。共通テストの中でも比較的優しめの基礎の問題、要は反射的にポン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 解けないといけない問題を計算練習のようにガンガンやってください。短期攻略で一通り基礎的な内容を終えたら、決める共通テスト数学 1A 数学 2BC っていう教材があります。この決めるの方が考え方が充実してる、要は共通テスト特有の太郎さんと花子さんがいて2人で会話していくような問題とか数学を日常に発展させたような問題とか、共通テスト特有の文章読解力思考力が必要な問題とかも決める共通テストだと扱ってるんで、短期攻略を終えた後決める共通テストの最新版、これをしっかりやってもらう。あとはセンター試験過去問とかで2次関数弱いから2次関数だけやろうとか、倍の数確率だけやろうとか、大問ごとに縦に解くっていう戦略があるんです。このあたりまた共通テストルートで詳しく話そうかなと思います。特定の分野を強化していって、とにかく共通テストをまず取るんだと。共通テスト終わった後、数学3の重要事項完全取得編だけやる、過去問演習する、で国公立の二次試験をなんとか乗り切ろう。地方国公立だったらかなりありな戦略ですよね。地方国公立とかって共通テストの配点めちゃくちゃ高くて、うんうん、でもそう数学の対策がおろそかで、うん、間に合わなくて、そもそもこのスタートラインにすら立てずに受けられませんでしたとか、ゲイクサで行くことになりましたみたいな話もかなり聞くので、協定クリアしないとそもそも二次試験たどり着けないですから、協定ダメな時点で志望校下げざるを得なくなっちゃうんですよ。それは嫌だろうから協定をまず対策しようっていう作戦ですね、うん、それは有効だと思います、ね、そうですね。あとはショートカット
向きの教材としては国公立標準問題集キャンパスの 1A2B3C だったり理系数学重要問題集だったりこの辺の教材を追加で何か特定の分野だけやる、それこそ数3の微分積分とか極限とか複数面とか、あとは数 A 数 B も結構出やすいので理系数学でいうと倍の数確率とかベクトルとか数列とか特定の分野を強化することに使ってほしいなと思います。これは1冊目っていうよりは追加でやる本って感じですね。でラスト宮廷レベルに関してです。北海道大学、九州大学、あと特記、神戸大、筑波、お茶城、横国、千葉なんかに関してはさっき話したようなキャンパスとか重要問題集の B 問題までの対策が生きてくると思います。名古屋、東北、阪大以上になってくると理系数学の場合特に思考力求められる問題が多いのでショートカットできないレベル単位になってくるんですけど、この辺になってくるとやることとしたらハイレベル完全攻略の方でよく出る分野だけ優先順位決めてハイレベル完全攻略をしっかり取り組むと、あとは阪大の理系数学合格講座みたいな思考力考え方を詳しく教えてくれてる本があるんで、そういうのとかで一通り考え方を鍛えていく、自分が実際本番でどれぐらいの点数を狙っていくのかで、まあ合格点こぼさない程度に取りたければそういう阪大の数学とかやるのもいいですし、もうちょっとある程度合格点からプラスアルファで取りたい人はそれこそ配管とかもやってっていう感じで自分の目標に対しての戦略立てをしていくっていうのが大事かなと思いますね。そうですね、稼ぐのか最低限でいいのか自分の中での得点戦略に応じて使い分けていくっていう形でやってください。阪大、東北大、名古屋だったらハイレベル完全攻略でどの分野を強化するかを決めるって感じで、東大、京大、東工大、総計理系になるとこの分野やんなくてもいいでしょうみたいな、やらない分野を決める、基本的にはやってほしいっていうような位置づけになってきますと。ここまで来るとちょっともう地形がものを言う世界なんでショートカットルートどうこうではないんですけど理系数学に関してはそんな感じですね。一通り話してきましたけどどうでしょう、これから理系数学勉強始めようかなっていう生徒さんには。どうしても時間がない中で最大限の効率を出していくってなると、普通にやる以上に実際考えて自分の中で何が必要で何が必要でないかっていう自己分析みたいなところはすごい大事になってくるかと思うので、時間がないからこそ戦略立てのところしっかり時間かけてとりあえずやるかじゃなくてこれとこれとこれって決めてやっていこうみたいなのを最初に決めて、じゃあとはもうそれを全力で走るみたいな感じでやっていってほしいかなと思いますね。あとはそもそもなんですけど時間ない分一問一問を丁寧にやってくださいと。あ、そうです。他の子らはそんなに考えてなくても大量の問題演習を多分してると思うんですよ。でも時間がないからこそ短期間で成果を上げたい人はこの一問にそれぞれどんな意味があるのか、この一問からどういう考え方を僕らは吸収していけばいいのか、一問あたりの吸収量を上げることが何よりも大事だと思ってるんで、入門問題成功にしろ数学3の重要事項完全取得編にしろ使う問題集からちゃんと吸収してあげるってことがめちゃくちゃ大事だと思います。なんで一問一問説明できるまでやるとか、この問題の意味は何かを考えるとか、そういう基本に立ち返った勉強がより大事になってきます。ショートカットルートなんでカットできるんでしょう、楽できるんでしょう、最短コースなんでしょうっていう考え方じゃなくて、一問一問の負荷は上げるイメージでこのルートを使いこなしてもらえたらいいなと思います。というわけで理系数学ショートカットルートについてでした。今回の動画は以上です。ありがとうございました。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も焦ってる受験生も、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。